こんにちは、ウクレレとギターの奏者コウマサキです。今日はレッスン第2弾ということでね、チューニングの少し詳しいお話をしていこうと思います。まずね、私の使っているチューナーを紹介しますけれども、こんなやつですね。見えますかね、アリアさんというメーカーの型番が ACT-SP っていうね、そういう名前のやつを、使ってます。でですね、このチューナーなんですけれども、まあ、非常に便利なものではあるんですけれども、結構ね、いろんな落とし穴があるんで、それもちょっと紹介しつつ使い方をね、簡単に説明していきたいと思いますけれども、まずね、私のチューナーの場合はこの左端にちっちゃいボタンがありまして、これを長押しするとこういうふうに電源が入りますね。で、今ですね、ちょっと下の方を見てほしいんですが、左端にちっこく C っていう字が出てます。これが今使っているこのチューナーのモードを表してますね。で、右に440っていう数字が出てます。で、この2つがちょっとポイントなんですけども、440っていうのは標準的なチューニングの時に使う周波数ですね。だから440に合ってればいいんだけども、たまに粉になってですね、441にとかですね、今442にしましたけども、こういうふうにね、数字が変わってることがあるんですね。これ、ね、すぐ変わっちゃうわけです。なぜならここにね、このチューニングを変えるスイッチが上についてて、これちょっと触るとすぐ変わっちゃうんですね。今443になりましたけども、でこれね、1ヘルツずつ変わっていくんですね。で、例えば443という表示が出てたら、通常のチューニングよりも、やや高めにチューニングがされちゃうっていうことになるわけですね。なので気をつけてほしいんです。これ必ずね、440に直してから使うようにしてくださいね。で、ちなみに上のボタンを1個押していくと、今度444に変わりまして、これどん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 上がっていって、450が最高です、この機種の場合はね。で、さらにもう1回押すと、いきなり430に下がっちゃいます。で、これであと10回押すと440に戻ってくるっていう、そういう仕組みになっています。今押し続けまして、また噛んじゃいましたけれども、440Hz に戻りましたね。これで使える状態になったということです。で、続いてですね、この左下にある C っていう文字ですけども、これはね、クロマチックっていうモードを表してます。で、クロマチックって何かっていうと、半音階のことを、クロマチックっていうんですけれども、これをですね、まあ、半音階っていうのは要するにドレミファソラシドだけじゃなくて、ドドのシャープ、レレのシャープって、全部のね、12の音階が全て表示されるモードですよっていう意味なんですね。例えば、今4弦をね、ちょっとこう弾いてみると、この弦はね、 G ですよね。まあ、これよくご存知だとは思いますけど、こちらから G、C、Eっていうのがウクレレのチューニングですね、の正しいチューニングということになるわけですけれども、今ね、ちょっとチューナーの画面がね、黄色になったり緑になったりしてますけど、例えばね、4弦をチューニングするときに、今これ G で合ってますけど、あえて少し下げてみますね。そうするとね、今表示が変わりましてですね、まあよく見えないかもしれませんけども、今ね、 F っていう風に出てますよ ね。で、 F でこう周りに また輪っかがあるんですけど、またじゃなくて、また噛んでしまいましたけども、このね、 F のね、右側にね、小さくシャープって出てるんですよ。ということはね、 F シャープに今大体合ってますよっていう感じなわけですよね。で、 F シャープってのはね、G よりも半音下の音階なんで、まあ、半音近くは下がってるぜっていうことを教えてくれるわけなんですね。なので、
ちょっと便利かなっていう感じで、全てのね音階を表示してくれるんで。でちなみにウクレレ専用のモードは U っていうモードがあります。でこれだとですね GCEA のウクレレの4つの弦ですね、ソドミラですけど、その音程以外は表示してくれないんです。だからどのくらい下がってしまっているのか、あるいは上がってしまっているのかがちょっと分かんない状態なんですね。ただ矢印が下方向に触れたり上方向に触れたりしているだけなんで、正確に今どの音程を弾いているのか、どの音程が出ているのかということが把握できないわけです。なので私はクロマチックのモードを使うことにしています。でちなみにですね、ここの横のスイッチを1回押すと、ちょっとやってみましょうかね、横のスイッチを1回押すとよ G っていうモードに変わりました。まあよく見えないとは思いますけどね、一応 G と出ています。でもう1回押すとですね B に変わります。でもう1回押すと今度なんと V という文字が出てきます。これ440の数字の下に出ていますね。でもう1回押すとですね、今一瞬 C って見えたかと思いますけど、ウクレレ C っていうモードになります。これは使えるモードなんです。でもう一遍押すとですね、なんと一瞬 D と出ますよ。 D って出たでしょ。ですぐ消えちゃいましたけど、同じウクレレなんだけどウクレレ D っていうモードが搭載されてるんです、このチューナーの場合はね。まあないものもありますけどね、大体ついてるんですよウクレレ D が。でこれはね使えないモードなんです。でなんでかっていうと、ウクレレ D のモードっていうのは普通の、ウクレレのチューニングよりも1音高くチューニングするためのモードなんですよ。だからね U と出ていて安心していてはダメなんです。 D の文字が消えちゃうんでね。でウクレレ C のモードはまあ使ってもいいですけれども、それとクロマチック以外は使えないと思ってくださいね。で G と表示されたらギターのモードです。で B と表示されればベースのモードで、 V と表示されたらなんとバイオリンのモードなんですね。なのでそれらのモードは使えません。それから U と出ていても一瞬 D と表示されるようなことがあったらウクレレ D っていうモードなんで、これも使えないということになります。ですからね、2種類のモードだけを使うようにしてください。でできればねクロマチックで慣れておいた方が便利ですね。何かとどのくらい高いのか、どのくらい低いのかということが分かるからですね。ではね、今度はチューニングのまあコツじゃないですけれども、定石をちょっと紹介したいんですけども、例えばね今この弦はね G なんですけど、今さっきかなり下げちゃったんでクロマチックのモードで、今違ったな、ウクレレモード、ウクレレの D のモードになってたけど、クロマチックのモードにするとですね F シャープって表示されるんですね。まあよく見えないとは思いますけど、でこの場合上げていきますよね。上げると今ねちょっと勘違いして B だと思ってるみたいですけど F シャープなんですね。でこれを上げていくと G にね表示が変わります。表示が変わってこうやって上げていって、ちょうどね G に合った時にこうやってね緑色になるんですけど、これがねちょっと下げると、ちょっと今下げすぎちゃったけど、安定せずにこうやってねこうついたり消えたりっていう状態になるわけですよ。これねまだ合ってないっていうサインだと思ってくださいね。でほとんどねこういうふうにね緑色が動かんぞという状態になったら合ってるっていうふうに判断するっていうのが一つのポイントなんですね。それからね、もう一つはね、例えばこうちょっと今あえて上げてみます。今ねこう矢印が右に触れている状態ですね。ちょっと見えにくいですけど、矢印が右に触れているってことは高いってことですよね。だからこう下げますよね。で下げるときね思いっきり割と下げちゃって真ん中通り越して左に折れるぐらいまでね一遍下げちゃうといいです。でそれからまた巻き上げていきます。こういうふうにね今巻き上げています。それで今ね緑色が
ほとんど点滅しないでずっとついている状態になったので合いましたけども、こういうふうにね高めに合っている状態の時は一度低い方に落としてから上げていく方向で調節するといいです。今ちょっと噛みましたけども、こういうふうにね巻き上げ方向で止めるのが正しいチューニングのやり方なんです。でチューニングダウン巻き下げ方向で合わせるとさらに下がってしまうことがよくあります。ここのねチューナーのポッドっていうところに何巻きかしてありますよね、弦がね。それの部分がですねさらに緩んできてまた、下がってしまうということがよくあるので、必ず巻き上げ方向で止めて合わせるっていうのを癖にしておくことが非常に良いと思います。でこれはね注意しておいてください。でさっきあの 440Hz の話をしましたけども、あれもね一つの罠なんですけれども、チューナーあるあるな感じですけれども、よくあるのはですねチューニング、これね電源を切ろうとして短押しして、あいけねっつってね今ギターのモードに変わっちゃったと、まあしょうがねえやってんでこれで長押しして切りますよね。で今電源切れてる状態でもう一遍電源を長押しして入れるとギターのモードのままなんですよ ね。でいくらやってもチューニング合わないぞっていうことがよくあるんです。ですからね注意してこのちゃんとクロマチックのモードになっているか、あるいはウクレレ C のモードになっているかはですね確認してからチューニングしましょう。ここはなかなかね陥りやすい罠なんですね。だから気をつけておいた方がいいと思いますね。あとねさっきちょっと言い忘れたんですけど A とか B とか C とかねこういう音名もねそう難しくないんでね覚えちゃうといいですね。でドレミファソラシドはですね英語の音名で言うと C D E F G A B C なんですよね。ね、どういうわけだかラが起点になっていて、まあ、C の音、まあどの音っていうのはねラシドでラから数えて3つ目なんですけど、そこからね C D E F G A B C になっていくんですけども、まあそれぞれにねシャープとかフラットとかが付けられるわけなんですけれども、ただね。普通はチューナーはシャープでしか表示されません。例えばドとレの間の音は C シャープっていう風に表示されます。音楽的にはその音のことを D フラットというのも正しいんですけれども、フラットという風に表示されるチューナーはありません。まあどっかにあるかもしれませんけど私は知りません。なのでシャープ表示が中心だということも知っておくといいですね。それからさっきの CDEFGABC がドレミファソラシドだっていうのも、まあそのぐらいをね簡単なんで覚えちゃいましょう。それからですねシャープが出ない音程っていうのもあるんですよ。それはですね E シャープですね。 E シャープっていうのは出ません。なぜかっていうと E シャープは F と一緒だからです。まあピアノの鍵盤を思い出してもらうと分かるけど、ミとファの間は黒鍵がないですよね。半音しか音程差がないからですね。それから B シャープっていうのもありません。 B シャープは C と一緒だからです。 C とドの間も黒鍵がありませんよね。ここはまあ音程差がミとファの間と C とドの間は他の音程差より短いということになります。半音しか違わないということになるんで、まあその辺も覚えておくといいかと思いますね。だいたいね本編の話はここまでなんですけど、昔のチューナーってですね実はちょっと今引っ張り出してきたんですけど、こんなにでかかったんですよ。でね、これどうやってチューニングするかっていうとですね、これクリップもついてませんよね。まあ、こんなところにこんなでかいクリップつけて、ね、重いんです結構、ね。チューニングできませんよね、こんなでかいものここにつけてはね。で、どうやってチューニングしたかって言ったらですね、ここに穴が開いててですね、ここからこうエレキみたいにですね、シールドつけてここにね、つなげればまあ使えるんですけど、ここにねちっこいマイクがついてるんですよ。だからアコースティック楽器の場合はここでマイクで音を拾ってチューニングしなければならなかったんですよ昔は、ね、非常にまあそういう意味では不便ですよね。例えばこうそういうマイクを使ってチューニングするときはね、周りにこう黙っててもらわなきゃいけないわけですよ。テレビの音がついててもいけない、ラジオが鳴っててもいけない、隣の部屋で母ちゃんがなんかこう怒鳴ってるとかね、そういう状況でもチューニングできないという、そういう時代があったんですね。もっ
とその前はですね、音叉とかですね、調子笛とかいうもので聞きながら合わせるっていう、ものすごくアナログな時代もまた噛んでしまいましたけどもあったわけですね。まあ、それに比べれば今本当に便利になったなという感じがします。それからね、一世代前のチューナーはこんな感じなんですけど、これはね、まあ最初からね、緑しかね、色がないっていうね、そういうものですね。これでも使えないことはないですけどね、ちょっとでかいですよね。まあつけてみるとこんな様子になりますんで、ちょっとこれをつけたまま演奏するのはどうかなという感じがしますよね。で、かと思うと今はね、こんなちっこいチューナーも売ってますね。これはね、この下側にこうやってバシッと挟んで、あ、逆だ、逆でした裏側に表示面が来るようにこうやってバシッと挟んでこっちから見るっていうね、そういう方式なんですけど、これだとほとんど目立たないですよね。だからこれをつけっぱなしにしてライブとかの演奏している人も今は多く見受けます。これはもちろん機能的には一緒で、ギターとかでも使えますね。そんな感じでね、これはなんだっけな、プラネットウェーブスっていうメーカーの製品らしいです。というわけでね、今日はチューニングの話を少し深掘りしてやってみました。また、レッスンの動画を上げていきたいと思いますんで、また見てくださいね。ありがとうございました。